皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより、テグラ r a K1 による GPU コンピューティングと題しまして、NVIDIA バジトールより講演を行います。それではお願いいたします。はいえー、皆さんこんにちは。えー、NVIDIA のシニアソリューションアーキテクトのバジです。 え今日はですね、あのテグラ K1 による GP コンピューティングをご紹介します。ただこれはですね、あの普に限ったあのコンピューティングではないので、あのちょっとそこら辺をちょっとよくご説明したいと思います。まあこれがですね、あの内容でございまして、最初はあまあテグラ K1 のですね、あのご説明をした後で、あのこのテグラ K1 を使って。 でえー、どういうコンピュートができるかということをあのいくつかご紹介したいと思います。最初は、まあ、OpenGL のシエララングエすジ、ね、その次に OpenCL それからあの d a なんですけどもまあ皆さんこれもご存知なんで特にですねあの手倉 K1 になった時にユニファイドメモリっていう機能が相当こうあのブラッシュアップされますのでそこら辺の点それから 最後にあの上の3つはですね、えーまあ、HPC とかあのワークステーション、えー、PC に使われる、まあ、そういうコンピューテーションですが、えー、下だけはですねちょっとあの全く、えー、ターゲットが違うモーバイル用のです、ね、Google さんのこうレンダースクリプトをちょっとご紹介したいと思います。 えまずこれはですねあの先ほどあの聴講していただいたあの方にはちょっと申し訳ないですが同じ話でえこのテクラー K1 はですねあのまあ従来のえアプリケーションプロセッサーと大きく違うところはこの192個のクダコアを搭載しているとでこれがまあどこから来てるかというとですねあのこうテスラクワドロ g f o r c という。 この本当にこう大規模のですねシステムとかあの高性能のシステムに使われる GPU のアーキテクチャをそのままこうスケールダウンしてきているということでその全ての開発環境をライブラリーが活かせるとえそういうところがこのテグラ K1 の強みでございましてああ A15 というですねコーテックスの,の A15 という CPU も積んでるんですけども もうこのまあ一桁上ぐらいのです、ね、性能をこう発揮できる GPU の、えー、GPGPU の,です、ね、あのモジュールを積んでおります。えー、さてですねあのそういう手倉 K1 はあのこれも先ほどちょっとご紹介させていただきましたがあの今2種類の,です、ね、あのプラットフォームで走っていまして、えーまあ、非常にあの軽量で、まあ、主にこう、えー、エンベデッド。 を狙っています TK1 というプラットフォームとあと自動車用ですね TK1 プロで、まあ、差はですねまず拡張性がこちらが非常に高いということとあと自動車のグレードのですねビブランテリナックスというちょっとあの違うリナックスを積んでおりましてこちらはリナックス4テグラですねいわゆる L4T で動いていますで、まあ、こういうですねあの評価キットで何が走るかというとですね えまず Android のこうマークがあるんですがレンダースクリプトですねそれから OpenGL またその OpenGLES についています ComputeShader ーーというえそういうスクリプトそれから OpenCL と格 c ですねでまずは OpenGL、GL、SL ですねこれをご紹介したいと思いますで ComputeShader ーーっていうのはですね えー実は OpenGL の, Open の API にこうスタンダードであの付加されているものでございまして何もこう特殊なもんでございません。でえこれが何をするかというとですねあのグラフィックスではなくってこう算術演算をですねあの汎用のシェーダーで行うというそういうあの仕掛けになっておりまして何がいいかというとですねあのグラフィックスパイプラインのこう横にあるんでえ例えばグラフィックスに関わるあの下のようなですねアプリ えーまあ、そのイメージのポストプロセッシングとかあの人工知能のシミュレーションとかですねからレイトレーシングウェーブシミュレーショングローバルイルミネーションこういうところでちょっと高度なんですね30センサが必要な時にこう手軽に使えると、えー、で今ですね手倉 K1 では OpenGL の, Open の4.3以降のインプリメンテーションにこれ搭載しておりましてで組み込み用にはですね OpenGLES3.1、えー、ここにもこれを積んでおります。 でまあ、具体的にこうどうなっているかっていうとです、ね、あのこれがまあ通常のグラフィックスのパイプラインであの上からまあプログラマーブルな黄色の部分だけ見ていきますとバーテックスシェーダーでまあ頂点関連の計算をしてから、えー、ジオメトリーシェーダーを通して、えーまあ、画素単位のです、ね、フラグメントシェーダーの計算を行って、まあ、フレームバッファーに書き込んでいると。で、えー、コンピュートシェーダーはですね実はこの横についておりまして。 えー、シェーダーラングエッジで30選、えー、算,算を、えーつくえー、書いたものをですねここで実行すると。で、えーまあ、直接ですね DRAM の,、d、のバフ,フレームバッファーに行くわけじゃなくてあの途中でこう、えー、ユニフォームブロックとかテクスチャーとかですねこういうバッファーを介して、えーまあ、関与していると、まあ、こういう意味でもですねあの d がこっちを直接アクセスするフレームバッファーを直接アクセスするのとは違った使い方があの 行われているただ、まあ、グラフィックスには非常にこう整合性がいいと、まあ、そういうあの言語になっております。で次にですねあまあ本当に算術だけを考えるコンピュートをちょっとご紹介したいと思いますが、えー、まずまああのオープン c l ですね。 これはまあ NVIDIA だけではないあの他の GPU でも使えるもんなんですが、えー、K1 はですね OpenCL の1.2のフルプロファイルをサポートしていますまあ何かというと通常の OpenCL と OpenCL Embedded ですねで、えー、まあこういうものを全部サポートしているんであのポータビリティがまあデスクトップからモバイルまであるとでかつあの性能が高いというそういう特徴がございます。 であのもっと、えー、詳細をですねあのご覧になりたい方はこう使用例がですねこの弊社のあのアメリカの GTC でこう S 四万四八マル八という発表にこうありますんでこれはあのリアルタイムのですねあの顔認識で認識した上でアニメーションをこう動かすというそういうアプリです、えー、これを後ほどですね、えー、ご参照いただければと思いますでまあもう一つは、えー、もちろんクラですねで。<laughs> 特にここではですね CUDA6 以降のユニファイドメモリに関してちょっと、えー、ご説明したいと思いますこうあの。今日ここにいらっしゃる方はですねもうあの d a よくご存知だと思うんですけどもこうプログラムをですね書いてる時に必ず経験するのがあのメモリのコピーですね。えー、なぜかというとあの CPU は自分のホストメモリ持っていて、えー、GPU は自分のデバイスメモリ持っていて。 で仮にここのデータを使いたかったらですねやはりあのクダメモリーコピーしてその内容をこっちからこっちへコピーしてで計算した結果をですねまたこう2番の工程でこう逆に戻すとこういう,こう非常にこうっとうしいあのメモリーアロケーションそれからメモリーのコピーがありました。でまあこれをですねあのク管6以降あのこの右のようにですね あの仮想的にこうユニファイドメモリーというものをあの定義できるようになりましたんであのいちいちこうメモリコピーがいらないとでまあこれはあの非常にですねドラマティカリロワーデベロッパーエフォートとあのプログラマーにはこう非常にこう朗報であのプログラムがこうしやすくなったんですけどもじゃあ,あの性能的にどうかっていうのをですねちょっとご説明します。で、えー、これはですねちょっと3通り方法がありまして。 あの左側はゼロコピーですねこれ以前からサポートされてたもので真ん中がユニファイド・バーチャル・アドレッシングで一番右側はですねユニファイド・メモリーでクラシックス以降、えー、使用されてるものですが、えー、このゼロコピーはですね、まあ、じゃあコピーしなくてもいいじゃないかといってもですねやはり GPU がこの X データを使うときにですねあの現実はこう PC エクスペースを返さないと拾えないんで物理的に離れてるんでですね まあこういうい性能の問題があるとでユニファイドバーチャルアドレッシングはですねあのまあ使うものはあのこ,うこっちにこう自動的にこう移るんですがえ GPU この GPU 本体はですねそれ使えるんですけどあの複数の GPU 使ってる時は隣の GPU はやはり PCI エクスプレスを介するしあとこっちのデータが CPU からこっち移っちゃったんで CPU が触れないという、まあ、そういうあの状況にございます。 でということでまあクラシックスが出てですねあの仮想的にこの真ん中にありますように一つの X というデータをこう皆さんこうアクセスできますよということなんですがあの実は中でですねバックグラウンドでコピーが作られていてあーこの CPU にあったデータは実はここにあるとフィジカルに。で、まあ、GPU は直接 PCI Express を介さずにですねあのアクセスできるし CPU もできるんですが。 問題はこれあの同じデータであるつまりコーヒーレンスがないといけないんで,です、ねえー、例えばこっちを変えちゃうとです、ね、あのそのページ単位で管理している CPU はあこれダーティーだっていうことで、えー、GPU が同じページをアクセスする時はまたこう動かさんとあかんとかですねあの後ろでやっぱりこうオーバーヘッドが出ます。これに対してですねテグラ K1 がどうなったかというとあのこれちょっと簡易のブロック図なんですけれどもあの一つの SOC の中に えー、CPU4 コアとそれから GPU がありまして実は一つの共通のです、ね、メモリコントローラーを持ってるんですよね。えー、K1 の場合は64ビットのインターフェースなんですけどもでそこにつながってるのは本当にフィジカルなユニファイドメモリです。ということでこの CPU のデータ GPU のデータをです、ね、あのこうバックグラウンドでコピーする必要は全くないという状況になりましてまあ同じですねあの、うんまあ、ソースコードは同じでもですねクラシックスの。 実はフファススターパフォーパォマンスオンオ、SO、とまあこういう結果になっておりましてまあここがやはりあのちょっとユニファイドメモリー本当にフィジカルにしたっていうえまあ,ありがたみがありますま。これが管の,のまあ一つの変化ですね。で最後にですね Google さんのレンダースクリプトこれを説明いたします。でレンダースクリプトはですね まあ、C ベースのカネルラングエージでありまして、まあ、プログラムしやすいということと何よりもですねまあ弊社がサポートしているのはレンダースクリプト API の1 q なんですけどもあのこういうところをですねあの、えー、弊社がどう対応しているかっていうとですね あのまあポータビリティ高いっていってもですね実は GPU であの性能を上げる方法がありましてでそれがあのスクリプトインプリンシックっていうのはまあ後でご紹介しますけどこれライブラリーのようなもんなんでこちらはできるんですけども弊社はですねこういうことによってですねまあ非常にえっと性能が上がるとともにあのパフォーマンスパワット電力効率も上がります。 でまあ、あのもっと詳しくお知りたい方はですねやはりあの米国の GTC で発表されました S4885 というこの論文をご参照いただければいいんですけども、まあ、せっかくですんでですねあの今日その一部をですねここでちょっとご紹介したいと思います。えー、まずですねあのイントロ、えーまあ、これは何かというとアンドロイドプラットフォーム をまああのパラレルコンピューテーションにこう向けるためのですねまあ仕掛けであるとで、えー、実はですねあの今あのクダとかオープン CL とかそういうあの既存のですね API に対して実は違うアプローチを取らざるを得ないとなぜかというとですねあのモーバイルデバイスっていうのはその上の HPC とか PC ワークステーションに比べてですねちょっと違った要件があるんで。 あのそれをこう満たすために何かこう新しいことをしないといけないと、まあ、こういうことがちょっと冒頭にあります。で、えー、じゃあその要件は何かというとですねまあ一つ目はあのデバイスのコンパティビリティということですけどもあの世の中にはですねあの1ビリオン、まあ、10億個のアンドロイドのデバイスが出回ってますよと。でアプリケーションデベロッパーはですねあのソフトの開発者っていうのは まあ金儲けるためにですねできるだけこの大多数の,あのこのモーバイルデバイスにあの使えるようにしたいとこういうまず大きな要件があります。じゃあその中にどのアーキテクチャをサポートすればいいかっていう話が出てくるんですけれども CPU に関してはですね ARM っていうのはもうほとんど独占なんでこれはもう全く問題ないでしょうと。ただ GPU に関してはですね実はこういろんなベンダーがあの入っていて。 まあ、あのイマジジネーションテクノロスとか我々ですねで本当にあの、えー、独占的な GPU はないよというこういう状況になっております。ということであの、まあ、なるべく手広くあ活用するということであの CPU のコードコンパイラーはですね、まあ、ARM があればいいんだけども GPU はちょっと多様化してるんでちょっと何かなっていうこういうことになります。から あとですねディフェレントデベロッパーオーディエンスっていうことであの、まあ、要するにプログラマーがあのもうちょっとこう目標が違うとであのここにいらっしゃるようなですね HPC の, HP C の,あのプログラマーの開発者たちはフォ、えートランとかですね MPI とか OpenMP とかあの、まあ、こういうものに親しまれていてそしてあのまあ スペシフッックプラットフォームですね例えば弊社の NVIDIA ターゲットにソフトウェアを組まれるしそれからあのターゲットに対してなるべくですね性能をチューニングしてあげるようなそういうことに慣れていらっしゃるとこういうのが、まあ、あの今日ここにいらっしゃる方なんですけども、えー、じゃあ逆にアンドロイドの開発者は何かっていうとですねあの言語がそもそも違って Java とかですねまあちょっとした C++ までならこう使える。 いいうそういうそ方々で,でえまずはですねあのどれだけこう後半に使えるかっていうのが関心があってであのローレベルのですねあの性能チューニングにはもう全く関心がないというそういう状況になっております。でえ3番目ですねあのアーキテクチャーのディバーシティっていいましてであのデスクトップ HPC に比べてですねプレイヤーが多いんですよね IP の。 でデスクトップ HPC だとまあ AMD インテルとか弊社が、まあ、こう3社がメインなんですけどもあのモーバイルといいますと Arm、えー、はまあ,あの独占企業なんですけどもイマジネーションインテルコールコムエヌビディアとかも多々あってですねな何に焦点合わせてるか分かんないっていうんで非常にあの、えー、アーキテクチャが三万としてるというか分散しています。で えー、異なるベンダーのアーキテクチャはですね全くあの異なる、えー、とあの仕掛けを持っているということでその一方でですねアップスはこうどの先ほどの1ビリオンのですねモバイルディバイスでどこでも走りたいというこういう矛盾うを掲げていると。で、えー、その中にこうじゃあもう一つあってですね GPU にするのか CPU にするのかですねあの走らす、えー、ターゲットで。面白いのはですねあの HPC ですねあの皆さんあの今日ここにいる方はほとんどこれ使えると思うんですけどもこれ縦軸にギガフロップスで横にメモリバンドウィズをプロットすると、えー、こう十字が CPU なんですが実は CPU はこう非常にこう底辺のところにこういるとただ GPU はですね本当にこに高性能高いバンドウィズこういうものがこう揃ってるんでもう何かこう実行するのは断然こっちがいいとところがあのモバイルの世界はちょっと違いまして CPU はかなりですね性能を持っていて えこう例えばこの10時のですねあのが CPU でこの丸が GPU なんですけどももう非常にこう近接してると。ということでちょっとこう状況が違うねとただあのテグラ K1 はですね大体330近くのギガフロップさんで実はこのプロット外にここら辺にいるんですねでそういうのがちょっと状況を変えるんですけども。ということでえどうするかというとですね えー、こんなこと言ったら GTC から追い出されるかと思うんですけども、えー、ノーブロックノーグリッドノーシェアドメモリーとまるで管の <laughs>、えー、仕掛けをですね否定しているというようなこ,うことを言っちゃってるんですよね。でレンダースクリプトが出てきてですねで結局まあこういう要件の下で作られたと。で 何が狙いかっていうとあの、まあ、適当なグッドパフォーマンスをですねどの SOC でも置くようにしたいというのが、まあ、必要要件です。であの何かというとですね、えっと、Java と C++ API があの、まあ、全てのデベロッパーにあって、えー、ちょっと面白いのはですねあの実は、えっと、メモリアロケーションコピーバッファーランチワークってランチカーネルみたいなもんですけども。 ちょっと仕掛けはですね実はクダとかオープンシ c ルにちょっと似てるんですよね。でえじゃあえとテグラ K1 をああもう一つ仕掛けがあってですねインテリンジックですね先ほど言ったライブラリーなんですがまあなんぼですね最適化しなくてもいいって言っても例えば色変換とかですねあのアフィン変換とかそういうものはちょっとやっぱりあのアクセレートしないといけないんでインテリンジックっていうライブラリーは一応持っております。で えこういうものでじゃあテグラワンはどうかということでまあ弊社はですねやはりアンドロイドを重要な市場とあの考えておりますのであのまだプリプロの k 1デバイスしかない時からですねこの k 1用のレンダースクリプトをアンドロイド Google さんに提供いたしましてで Google さんはですね IP18 という内部のベンチマークをかけて テグラス3はもうすでに高い性能あるんですけどもでこれが結果なんですけどもあのカラーキューブとかですね、まあ、いろんなベンチマークがあってあ,のあらゆるものが5倍以上あの k 1の方がテグラス3よりも高いと。でえ、まあ、ちょっとパフォーマンスレッスンっていってすでにですねあのバンドメモリーの,のバンド幅で制約されるようなアプリは、まあ、あんまり5倍程度で高くないよねと。 ただあのメモリよりもその演算能力が要求されるアプリに関してはすさまじくですね23倍とかこう約成長ができるまあそういう結果が出たということです。でまあ,あの弊社ですねあの本当にあのテグラスリーでも結構な性能があったんですけどもあの k 1にすることによってまあこれほど性能が上がるとしかもポータビリティが維持されていると,ということで最後にサマリーなんですけども。 あのテグラ K1 はですねあの内蔵しているケプラはテスラ・クワドロ・ジフォースとアーキテクチャを共通としているスケーラブルな GPU ということであのここで熟成された CUDAOpenCL ーーから先ほどなかったですね OpenGL シェーダーラングエージえーこういうソフト資産が全部使用可能であると。でさらにですねあのハイパフォーマンスコンピューティングワークステーション p c とは対極にありますモバイル用のレンダースクリプトに対してもですね GPU を活用することによって先ほどこう述べたようにあの非常にこう優れた性能を発揮することができるということが分かりました。ということで K−1 はですねもうあのコンピュータに関しましてはもうどんな API を持ってきてもですね非常にあの高い性能を発揮できるというデバイスになっております。えー、以上で終わりりまますごごありがとうございました 以上をもちまして本セッションを終了とさせていただきます。